嫌い、どっちも精神でくさ。陽キャ、ちょお前もこっち入れって。スリスリ。陰キャ、陽キャ、じゃあ近くのやつとペア組んで。よっしゃ、行ってくわぜ。陰キャ、じゃあ近くのやつとペア組んで。陽キャ、え、うちのクラスってマジでみんな仲いいよね、最高だわ。陰キャ、あいつが1軍であいつは2軍で。あいつは確実に4軍だな。陽キャ、ぶっちゃけ土日より学校ある日の方が楽しくね。陰キャ、うわ、マジで学校行きたくない。陽キャと陰キャの感覚の違い、どっちも精神でくさ。陽キャ、ライ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 、お前らグループ戦で疲れやん、やめろ。陰キャ、ラインラインキ。陽キャ、修学旅行一緒の班だろうぜ。先生、俺らこの6人で決定。陰キャ、まだ班決まってないやつ。あ、はい、じゃあ3班に入れてもらえ。陽キャ、応援団やりたいやつ。絶対なんか組んでしょ。じゃあ先生、俺やります。陰キャ、一種目は出ないといけないのか。先生、障害物競争出ます。陽キャ、文化祭終わったし、クラスのみんなで一緒に行くぞ。陰キャ、うん。一般人とコミュ障の感覚の違い、大げさじゃなくてピエン。一般人、お疲れ、より今日部活ないからさ、よし帰ろう。コミュ障、今さえるとジン君と帰り道二人になっちゃうな。もう少し教室いいよ。一般人、じゃあまた明日学校で。はい、今日の番組は何かな。コミュ障、じゃあまたね。あれ、今の発言で大丈夫だったかな。二人させたらどうしよう。一般人、おー、いいじゃん、こんなとこで会うなんてめっちゃ聞いてるじゃん。え、何してんの、買い物。コミュ障、あれ、あそこにいるのゆいちゃんだよね。でもそこまでだから言い訳でもないし、ここは気づいてないふりしとこ。陽キャと陰キャの感覚の違い、どっちも青春でくさ。陽キャ、あ、今日から一緒のクラスじゃん、よろしくね。てかさ、俺の他にたくやまさん誰くね。陰キャ、あ、よろしくお願いします。うん、あ、よろしくお願いします。陽キャ、あ、やっぱりみのりじゃん。え、帰り道こっちなんだ、めっちゃ行くと近いじゃん。次からさ、行って帰ろうよ。陰キャ、まあ歩いてるのみのりちゃんだよね。うわ、でも話しかけるのも無言で追い越すのも気まずいし、うん、どうしよう。陽キャ、うわ、今日何もすることないな。誰か暇そうなやつでも遊びに誘っているか。陰キャ、うわ、申し訳ないけど今日は誰にも気使わずに一人でゆっくりしたいんだよな。断ろう。陽キャ、今日の朝なんか全然混んでる場合なくてさ、もうめっちゃ苦戦した。あ、陰キャです。あ、え、あ、そう、あ、そうだったな。あ、大変だったね。陽キャと陰キャの感覚の違い。陽キャ、やっべ、明日のテストにどこだったっけ、完全に忘れた。とりあえずグループラインで聞いてみるわ。この時間だったら誰かすぐ教えてくれるし。うわ、明日のテストはどこだったっけ、もうグループラインで聞くしかないか。もう誰か返してくれるかな。いや、案外2、3人返して。